はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第910回をやっていきたいと思います。今回は非自発的失業ということですね。まあ、失業には自発的失業と非自発的失業というのがあるということですね。でまず、非っていうのがついてない自発的失業というのから見ていきたいと思うんですけど、労働者が現行の賃金ではむしろ働かないことを選択しているために生じている失業ということですね。もう本人が働きたいと思ってない、ね、その給料では、ね、本人が働きたいと思ってないということですよね。まあ、例えばその主婦の方だった時に、ね、主婦の方選べますよね。家に居続けるっていうのと働くっていうのを選ぶということができますって言った時に、もう本人自らが、いや働きません、家にいますというのを選んでいるというのであれば、これ自発的失業というふうに言うわけですね。これは本人が仕事をしないということを選択しているわけですから、ね、それを自発的失業というふうに言うということです。でそれに対して非自発的失業っていうのは、まあ、自発的ではないと言ってるわけですから、現行の賃金で働くことを希望しているにもかかわらず就業できない労働者が存在しているために発生している失業と、で自分はその給料で働きたいと思ってるんだけれど働けないという、状態ですね。でこれは非自発的失業というふうに言うということですね。で、まあ、いわゆる経済指標というのは全部こっちで出ているということです。こっちの方は本人が、ね、自らの意思で、ね、働かないことを選択しているわけなので、まあ、統計資料からは外しているわけですね。あくまでも非自発的失業というのが、まあ、どれだけいるのかというのを、ね、統計資料として出しているということになります。まあ、この動画を話している、ね、現時点では、まあ、日本の失業率というのは 2.5% ぐらいということですね。働きたいと思っている人が100人いたときに、まあ、実際働けてない人っていうのが、まあ、2.5 人ぐらいということですよね。だからずっとこうね、ここ5年ぐらいは、まあ、失業率は下がり続けているということですね。で逆に有効求人倍率ですね。でこれは、まあ、2.58 という形で、今度は逆にこれはずっと上がり続けているということですね。まあ、この有効求人倍率 1.58 っていうのは、一人の人に対して 1.58件の、まあ、仕事の求人があるということですよね。だからまあ必ず、まあ、仕事をしようと思ったらできるということですよね。一人一人に対して 1.58 件ずつ、まあ、仕事の求人があるわけですから、だから本当に働こうと思ったら必ず働ける。ね、じゃあ有効求人倍率が 1.58 にもかかわらず、なんで失業率がゼロじゃないんですかって言えば、まあ、それも仕事を選んでるからということですよね。まあ、給料以外の面で仕事を選んでる。もし仕事を選ばないと、ね、もう仕事だったら何でもいいというのであれば、ね、有効求人倍率 1.58 ということなので、ね、1人の人に対して 1.58 件の仕事があるわけですから、もう必ず就職できるというか、必ず仕事に就くことはできますよね。なんですけど、まあ、本人たちが、ね、いや、あのね、給料以外の理由とかで、ね、休む仕事はしたくないと、ね、いうことで、まあ、仕事を選んでいるから、まあ、2.5% になっているということですよね。まあ、もしくは企業側の立場で言えば、企業側からすれば、この、ね、知識、この技能を持っている、この知識、この技能、この資格を持っている人が欲しいんだけど、ね、でも、その知識、その技能を持っている人がいないので、まあ、結果的には、ね、有効求人倍率が 1.58 なのに、まあ、失業率がゼロじゃないと、ね、実際は失業している人がいるということですね。ただ、まあ、これはですね、なんでこういうふうないい数字、例えば失業率はずっと右肩下がりで 2.5% まで下がり、有効求人倍率っていうのは 1.58 まで上がってきてるかっていったら、もうこれは単純で日本の総人口の減少なんですよね。ね、そしてもうね、団塊世代の人たちが、まあ、どんどん引退した。なので仕事量は変わらないのに、ね、辞めていく人がどんどん増えているので、だから足りないという状態ですね。だからそれでご失業率がどんどん下がって、有効求人倍率がどんどん上がっているということですね。まあ、特に日本の中ではもうね、今これだけね、物的に豊かになった日本だと、ね、もうその仕事はしたくないという人たちが多いんですよね。まあ、特に、まあ、結局その、ね、団塊世代の、ね、今までずっと団塊ですね、ごめんなさい、
団塊世代で今までね、もうとにかくね、20代から60代までずっと40年間仕事で生きてきた、ね、男性の人たちがどん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 引退して、まあね、それでも結局人をね、新たに補充するってなったら、まあ、余ってる、ね、こういう主婦の方とか、ね、こういう余ってる労働力を、ね、もう結局こう企業からすると、ね、借りるしかないわけですけど、まあ、この人たちにとっての仕事っていうのは、ね、この団塊世代の男の人たちとは全然考え方価値観が違って、この人たちにとっては何が何でも仕事じゃないんですよね。で、仕事してもいいと、ね、だって家事っていう大事な仕事もあるし、育児っていう大事な仕事もあるし、もう何が何でも仕事しかないと、私の人生仕事が全てですっていうね、人たちばっかりじゃないわけですよ。でもこの人たちを活用するってなると、まあ、結局ね、この人たちが働きたいと思う仕事じゃないとつかないわけですよね。まあ、具体的なことを言うと、やっぱり深夜に働く仕事っていうのはやっぱ好まないわけです。ね、そのやっぱり家事があるとか育児があるとかね、家に子供がいて、ね、子供の世話をしないといけないとか、もしくは逆に自分の親の介護をしないといけないとかっていうのがあった時に、やっぱこの人たちは、ね、もうその仕事一筋、ね、仕事が全てっていう考え方価値観の人たちではないので、やっぱこの人たちは選ばない仕事っていうのがあるんですよね。まあ、具体的なことを言えば、その深夜に働かないといけないとか、ね、早朝に働かないといけないという仕事っていうのは、やっぱりこの人たちはすごくこう敬遠しますよね。まあ、そうすると、例えばホテルは人が足りないとか、コンビニは人が足りないとか、居酒屋は人が足りないとか、ね、もしくは肉体的な力が必要になる、ね、トラック運送ですよね、こう物流、そういったものも人が足りないということに なっていくわけですね。まあ、なので、結局有効求人倍率っていうのはどん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 上がってきている。ね、要するに仕事の量が変わらなかったとしても、ね、その働き手自体が、ね、減ってきているので、だからまあ失業率が下がり、有効求人倍率が上がり続けていると。その一番大元の根本にあるのは、日本の総人口の減少であり、まあ、少子高齢化、一番、ね、働き手が多かった人たちがどん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 、ね、引退していっていると。でその穴埋めの人たちがなかなか埋まらないわけですよね。だからまあ、ね、結局海外から、ね、留学っていうね、日本に留学に来ませんかっていう、ね、名目で、実際は海外の人たちを呼び込んで、ね、コンビニとかホテルとかでどんどん働いてもらってるっていうのがまあ現状だということですね。まあ、ただ今回のコンビニに関しては非自発的失業ですね。本人たちは働こうと思ってるんだけど、結果的に働くことができてない人たちがいる。でそれを非自発的失業といって、一般的な統計資料というのはこっちの非自発的失業だけを、ね、数字として表示してるっていうことですね。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。